宇宙の意志からは逃れられない。私たちも、愛しい人たちも、すべて失われてしまう。宇宙に翻弄されるのが運命で、誰もが苦しんで死ぬなら、先に魂を消してあげた方が幸福。だから、私は魔法少女をすべて消し去る。この気持ちとともに。ヒムドラビ。それが私の名前。この姿を見て判断できなくても構わない。今の私には果たすべき使命があればそれだけで。この定年で与えよう。魔法少女たちに安らかな終わりを。気持ちの力が全てあれば、みんなを苦しみから救える。私にだって、かつては望む未来があった。魔法少女になったことを後悔しても、願ったことに後悔はない。けど、ごめんね、おじいちゃん。おじいちゃんの野菜の力だけで元気になれなくて。私、お母さんの働く姿に憧れてた。一人で宿を切り盛りする姿はかっこよくて、私も助けになりたかった。だけど、そっか。もうできないね。魔法少女としては定年に沈んでしまったけれど、家族の中で私は幸せだった。お父さん、お母さん、おじいちゃん、みんなの愛に包まれていたから。大丈夫。悲しみも苦しみも、私が消し去ってみせるから。どうせ失われるのなら、私の手で、安らかに。マユタの写真を見ながら、愛おしそうに話す教授が、どこか自分の父に重なったとき、気持ちの代わりにマユタを守らなければと強く決意した。頑固な人だと思った。気持ちの気も知らずに、と。しかし、希望を諦めず父親を探す姿は、私とは正反対で。理解しがたく、眩しかった。彼女との生活は賑やかでせわしなく大変なのに、気づけば、私はその生活を守りたいと思っていた。何か、じきに全ては終わりを迎える。それまででよければ、話くらいはしても構わないけど、聞きたいことはある。毎朝どのように涙を起こすか考えていた。あの頃は自覚していなかったけど、楽しんでいたのかもしれない。それももう、過去のことだけど。私の昼食は気にしなくていい。食事を取ったところで虚しいだけで、もう何も満たされたりはしないから。そう。もう
この前作ったのは何だったろう。最後の晩餐なんて意外と気づかぬうちに食べてるらしい。この姿で星を見上げることなんてできない。こんな存在は証明しなくていい。きっと白金も今の私を見つけられない。見つけてほしくない。この姿をヒムロラビと呼ぶべきかどうか自分でも悩ましい。もうどちらでもいいか。私を呼ぶ人もみんないなくなるのだから。魔女の気配なら私が倒すから手出しはしなくていい。私が求めるのは魔法少女が安らかに終わりを迎えること。魔女なんかに邪魔はさせない。果てなしのミラーズか。できればこの姿で行くのは避けたい。鏡に映った今の自分を見れば底面の深さを思い知るから。すべてが終わったらどうなるだろうか。願わくば天国でも地獄でもなく虚無に帰りたい。きっと私にとってはそれが幸せだから。こんなことになるくらいなら最初から誰とも出会わなければよかった。白金とも、ホークロアの仲間とも、ナユタやミカゲさんとも。おお、驚いた。いつからそこに。いつの間にか空想にふけてしまっていた。希望ある未来ではなく、後悔に満ちた過去について。気持ちの力が溺れ、心も体もちぎれるほど痛くて苦しい。それでもまだ終われない。魔法少女たちの苦しみを取り除くまでは。魔法少女について正しく伝わっていれば、うららは少年から友人とぶつかってもうまくやれていただろうか。そう思うとやるせない。朝日は友人の一人を亡くし、別の友人も敵となった上、心が壊れた。宇宙の意志なんてなければ、彼女は今も友人たちと笑って過ごしていたはずなのに。昔の奏者はもっと楽しそうに歌っていた。魔法少女の存在を伝えようとしなければ、今の部活であの美しい声を奏でていたのだろうか。私たちが宇宙の意志に歯向かおうとするからいけなかった。すべては私たちのせい。いや、私のせいで白金は死んでしまった。私がすべてを終わらせよう。これでみんな安らかに終われる。下手な希望を持つより幸せなはず。諦
嫌だ。未来なんて見たくない。また失い、打ちひしがれるくらいなら、一縷の希望だって見出したくない。幸福を夢見るのは、残酷なことだから。え？まさか、そんな手違いが。ナユタ様は、荷造りがとことん下手ですね。ただ、慰めの言葉が欲しかっただけ。魔法少女が正しく理解されていれば、白金は、どんな未来を描いていたのだろう。求める未来は、そう遠くないのかもしれない。